ドラゴンクエスト10実況プレイのパート7やっていきましょう。子供だけの町セレドというところにやってまいりましてね、町に入って早速、子供が魔物に襲われていたんですけれども、それを助けたのは、この村の女王を名乗る、少女だったわけですね。まあちょっと挨拶に行こうみたいなことで言われてるんですけどもね、とりあえず行きましょう。そのダーマシンでめちゃくちゃ気になる、ちょっと足運んでいいですかね。入れなかったりして、そもそも入れるわ。ダーマ神殿だ、ダーマ神殿だっつっても、オンラインでこのダーマ神殿一回見たことないんだけど、入ってみやんのかな。なんか封印施されてますけど、まあなんか今は特に量なさそうだな。そしたらまあとりあえずこっちはまあルーラストーンの登録もできたので、一旦その教会、高台の教会の方に行って挨拶と言っておきますか。弟だ。ここは立ち入り禁止だぞ。大人がこの町でやっていくには審査を受けて認められなきゃダメなんだ。中に入って女王様に会いたいなら、まずは審査を受けることだな。その気があるなら俺に話しかけてみろ。はいよ。ん？お前が例の大人だ。女王様から話は聞いている。このセレトの町で子供たちに話しかけてもまともに相手にされなかっただろ？それはお前が大人だからだ。うらいるよ。ここは子供だけが暮らす子供の町。口うるさい大人はお呼びじゃないのさ。でも審査を受けてそれをクリアできたら、お前みたいな大人でもこの町にいていいと女王様がおっしゃっている。審査の内容はある魔物が落とすドラゴンの尻尾を持ってくるというものだが、どうだ、やってみるかいいよ。うん、なかなかいい返事だな。ドラゴンの尻尾はセレドットサンドのバトルレックスを倒すと時々手に入るらしい。ドラゴンの尻尾を手に入れて俺のところまで持ってきたらここを通して、女王様に合わせてやろう。さあ行ってこい。落とすらしいってことはお前知らねえんだな。所詮ガキだな。そんなもんね、大人がサクッとクリアしてやるぜ。大人げないからね。大人げないね、完全にね。精神年齢クソガキのままおっさんになってんだもんだからな。おっとけい。勝てるかな。勝てる勝てる、回しとけ。一発やん。なんだよ。待ってよ。ん？どうやらドラゴンの尻尾を手に入れたようだな。それをよこせば審査終了だ。ここを通して女王様に合わせてやろう。さあ、俺に渡すんだ。はいよ。よし、受け取ったぞ。さあ、教会の中に入って女王様にご挨拶するんだ。よかろう。会いに来てやったぞ、クソガキ。私の言いつけ通り審査を通過してきたようね。いいわ、これからはあなたたちのことを名誉子供として認めてあげる。いらっしゃい、旅の方。私はこの町の指導者リゼロッタ。国民たちからは女王と呼ばれているわ。あなたは、そう、変わったお名前ですこと。カエルみたいな顔のあなたにぴったりね。それで、
あなたたち一体どこから何のためにこの町へいらしたの？特に君に用はないんだけどね。カエルみたい。まあ確かにカエルっぽいっちゃカエルっぽいかもしれない。そう、蝶を探しに。まあいいわ。それじゃあこの町のルールを教えてあげる。一度しか言わないから心して覚えなさい。まず一つ目、子供の言うことは絶対。名誉子供は子供の言葉に従って邪魔しないこと。そして二つ目、どんな時でも戸締まりはちゃんとすること。最後に三つ目、名誉子供はおやつ抜き。あと、むっちいのは私の執事だから倒したりしちゃダメよ。私からはそれくらいね。最初の以外はどうでもいいな。もう見飽きたから、そろそろお下がりなさい。ねえ、女王様、お話が終わったんならおやつにしようよ。私、こないだ出してもらったすごいケーキがまた食べたい。あら、そういえばおやつの時間だったわね。じゃあ支度してくるから、みんな後で2階のティールームへいらっしゃい。ほら、さっさと来なさい、ムッチーノ。女王様の御心は私めの心。すべては女王様の仰せのままに。それが一番うさんくせんだよな。いいわ。どうせ砂糖丸かじりにしてんのと体のようなもん食ってんだろ。それらはもらっていいんじゃない？あとラグアスと。みんな席に着いたわね。それじゃあ始めるわよ。ほら、ムッチーノ、いつものあれ、さっさとなさい。女王様の望みは私めの望み。甘き調べをしばしお楽しみください。どう？あなた、こんなおやつの山見たことないでしょ。ムッチーノがいれば好きなものが好きなだけ食べられるのよ。本当に？ま、所詮名誉子供のあなたにあげる分はないけれど。えっ、おかしい。美味しそう。いやん、実質子供よ。さあ、みんな召し上がれ。いただきまーす。裏には食わしてやってくれ。いや、でもなんか怪しいからやめとこう。ちょっと、ムッチーノ、あたしプクプクピーチのケーキが食べたいって言ったでしょ。おいら、こんなんじゃ足りないよ。お砂糖がいっぱいかかったドーナツ、山盛りで出してよ、ムッチーノ。
はい、かしこまりました。お嬢様、お坊ちゃま、ただいま。こんな使い魔の力に頼り切った生活、本当に大丈夫なんでしょうか。以前はこの町にも大人がいて、ちゃんとした暮らしをしていたんです。なのに今は。なあ、みんな、みんなで神殿に行ってみないか。昔みたいにお祈りすれば、きっと大人たちが戻ってきてくれると思うんだ。大人なんて戻ってこなくていいさ。俺たちには女王様がいるからな。私たちはあんたみたいに弱虫じゃないの。そんなにお祈りしたければ一人で行けば。私もお腹いっぱい。僕ももういいや。そろそろおやつの時間もお開きね。それじゃあ私は出かける支度をしてくるわ。ということは、いよいよ例の計画を再開するんですね、女王様。ええ、ドラゴンの尻尾も用意できたことだし、そろそろ最後の仕上げに移るわよ。あなたたちも早く支度なさい。なんか目的あって集めさせたのか。私は部屋に戻るから、あなたたちは1階で待っててちょうだい。ムッチーノ、あなたも休んでていいわよ。女王様の御心は私めの心、すべては女王様の仰せのままに。の空間になってる。歌詞しか出てこねえ。あ、いいな、ビーナスの涙。はいはいはい、ま、別にいいかな。何？魔人、何かあるな。琥珀の宝珠は臨者の塔に眠る。何時神の言葉を恐れずその者だけ。これだわ。ロックもせずレディの部屋に入るなんて、よほどしつけの行き届いたご家庭で お育ちになったのね。一体何の用かしら。もしかしてあなた、私たちの計画のことを知りたいの？うん。まあ、気になるよな。まあ、計画のことは秘密だけど、あなたも少しは役員だったし、せっかくだからこの町の話を聞かせてあげる。あなたも気になっているのでしょ？どうしてこの町に大人がいないのか。今のセレドの町は子供しかいないけれど、以前はいつも偉そうにしてる、口うるさい大人たちがいっぱいいたわ。この教会はもう取り壊す予定だからって、立ち入り禁止になっていてね。私たちにとっては格好の遊び場だったのよ。屋根の上で鬼ごっこをしたり、危ないね。に来た大人を穴に落としたり、あの人たちの慌てる姿は愉快だったわ。私が家の書庫で古くから禁じられていた召喚術の本と魔法の指輪を見つけたのは、そんな遊びにも飽きてきた頃だったわね。最初は召喚術なんて信じてなかったの。ただ
禁術に手を染めるっていう新しい刺激に私を含めてみんなワクワクしていたわ。そうして召喚されたのが私の執事ムッチーノよ。ムッチーノは私が召喚者と知ると女王様と呼んで忠誠を誓ったわ。そして私にいいことを教えてくれたの。この地には伝説の魔人が封印されていて、魔人を召喚した者はどんな願いでも一つだけ叶えてもらえるとね。そこで私たちはこの教会でこっそり魔人召喚の儀式をやってみたの。材料はあり合わせのもので済ませたわ。ドラゴンの尻尾はトカゲの尻尾、黒ヤギの生き血はトマトソース、琥珀の宝珠はママの首飾りって感じでね。そして召喚の儀式を始めた時、魔法陣が激しく光って地響きが起きたの。すごい揺れで建物が壊れるかと思ったわ。結局魔人は現れなかったけれど、教会の外に出てみたら町の大人たちはみんないなくなっていたのよ。不完全な材料を使ったため召喚は失敗し、暴走した魔力が大人たちを消し去ったの。ムッチーノがそう教えてくれたわ。魔人に願いを叶えてもらうこともできなかった上、まさか町の大人たちが一人残らず消えてしまうなんて。やらかしたっていう感情はあるんだ。でもあんなうるさい奴らいなくなってせいせいしたわ。いつもお説教ばかりでうんざりだったもの。この町に大人がいない理由も、私がこの町の指導者をしている理由も、これでよくわかったでしょ。さあ話は終わりよ。私はこれから大事な用があるから出て行ってちょうだい。出んのか。おじさん、邪魔だよ。それじゃ、行ってくるわね。私が帰ってくるまで、戸締まりに気をつけて、みんないい子で待ってるのよ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ダメだ。リーズ、あの塔には決して近寄るなっていつも大人たちが言っていたじゃないか。危ないよ、行っちゃダメだ。フィール、いつ誰が私に意見しろって言ったのかしら。そうだ、お前みたいなやつが女王様に意見するなんておこがましいぞ。弱虫はいい子でお留守番してな。さあ行くわよみんな。
なたは確か。僕フィーロって言います。なんだか情けないところを見られちゃいましたね。リズは、リゼロッタは以前に失敗した魔人召喚の儀式をまた試そうとしています。彼女はそのために儀式に必要な琥珀の宝珠があるという臨者の塔へ向かったんです。でも大人たちは臨者の塔には決して近づいてはいけないといつも言っていました。旅の方にこんなことを頼むのは気が引けるのですが、お願いがあります。僕はこのままリズを放っておけません。どうか彼女を止めるために臨者の塔まで一緒に来てくれませんか。ありがとうございます。臨者の塔はセレドットサンドいくら強がってても結局ガキだからな。進み臨時ハル海岸の遺跡を抜けた先です。しゃ、そしたらこれだか。ゲームパッドは買わなきゃな。ゲームパッド新しいの。あのフィーロって子はなんかなんつうの、良識があるというか、他の子たちとは考え方が違ってそうだ。なかなか話のわかる少年でいいね。そしたらリンジャハル海岸を目指す。まあまあ距離があるな。一気に行こう。邪魔ー。めっちゃ焦るやん。ヒーローはなんだろう、ヒーラータイプなのかな。 MP 高いね。アデュライト来たー。新しい鉱物だ。邪魔ー。あと抜けた。エロマズン手にもならねえな。ちっと。あ、これか。先にこっちのウィングライガー、どっちだっけ。あれ、ここは
ちょっとどうか。開けとくべ。駅通んのかな。おお、どんあに赤月将軍、赤月将軍ね、あれあれがあれか、シュプリンガーか。ガチやん、ガチやん。おお、受け切ってみろや。受け切ったね。強バッチリね。絶妙にこれ文字で見えてねえだけでこう渡れるやないか。はあ、たどり着きましたと。まあでも時間も時間なんで、ここで一旦一区切りにしておきましょうか。次回こちらの、忍者の塔というところに入っていくことになるみたいです。まあ先に行った連中がね、どんな目に遭ってるかっていうか、まあちゃんと無事にね、たどり着けたかなっていうところもあるんですけれど。まあ魔物も、まあ、それなりにね、腕が立つようなんでね。ただまあ、それがまず一番、個人的にはうさんくさいんだけども、まあ、とりあえずね、次回このことの成り行きを、見ていきたいと思います。では、ドラゴンクエスト10実況プレイパート7、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てくれな。